松平町は、かつて、愛知県東鴨郡にあった町。現在の豊田市、松平町である。松平市、徳川市の発祥地である、松平号を中心とした町である。昭和40年代の広域合併で、豊田市に編入合併され、平成の大合併以前の豊田市の南東部の地域に、該当した。愛知県のほぼ中央部にある。 南川高原の南西端に位置し、西側は岡崎平野の一部となっている。面積は43.84平方キロメートルであり、東鴨群の自治体の中では最も小さかった。矢作川やその支流の友江川沿いの町である。現在、町の西部は住宅開発が進み、東海間上自動車道、豊田松平インターチェンジが設置されている。 松平郷などの町の東部は山間部の農村地帯である。江戸時代末期、この地域は三河国鴨もであり、交代寄り合いの松平郷松平家領、奥田藩領、吉田藩漁、旗本領、自社領などであった。阿蘇家と旧旧兵の中間付近を流れる友江川、江戸時代には岡崎城と阿蘇を結ぶ阿蘇街道が通っており、 岡崎や阿助との結びつきが強かった。阿助街道に沿って矢作川支流の共栄川が流れているが、松平は共栄川の最も上流の川港であり、物資を積み替えて阿助に運ぶ拠点となっていた。自動車が交通の主流となった後も、岡崎市イコール、阿助長官には、毎日十数往復の路線バスが運行されており、やはり岡崎との結びつきが強かった。 しかし、特に1960年代から、豊田市が自動車産業で発展し、豊田市との結びつきが強まっていった。1965年時点では669人が豊田市に通勤し、172人が岡崎市に通勤していた。高月院1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。